今回は1971年にデビューした伝説のお笑いコンビ、うなばら千里マリのうなばらマリさんをご紹介いたします。今ではその名前を聞いてピンとくる人は少なくなってしまいましたが、実は現代において当たり前に活躍している女性芸人の方々の草分け的存在です。それでは、 早速ご紹介していきましょう。うなばらまり。本名は足川桃子さんとおっしゃいます。1949年11月29日、兵庫県南淡路市の出身で、3人兄弟の長女として誕生しました。2歳下の弟と6歳下の妹、そしてこの妹が、 後にマリさんの相方となり、現在も芸能界のご意見番として君臨している上沼恵美子さんなのです。もともと芸人を目指していたという芸事が好きな父親と、浄瑠璃の師匠をしている祖母の影響から、家族を中心とした緑劇場という劇団を結成して、老人ホームを慰問していたそうです。 幼い頃から演芸が身近にあったマリさんが漫才をやるようになったのも自然な流れだったのかもしれません。相方を見つけデビューが決まった頃にあろうことか相方が失踪してしまいます。困ったマリさんは父親に相談。すると上沼さんに向かってお前が行けと命じたそうです。 この時、マリさん19歳、上ミヌマさんは13歳でした。思いがけず、姉妹コンビとしてデビューが決まってしまったのですが、実はお二人は漫才をすることに前向きではなかったと言います。当時、女性芸人がほとんどおらず、女性のする仕事として認識されていませんでした。また、 お笑い芸人に対しても人に笑われる仕事という見方が大半で、そんな仕事をさせる父親は責められ、子供たちには同情と後期の目が向けられたそうです。しかも二人が生まれたのは田舎も田舎。後ろ指を刺されることに耐えられなかった気持ちもありました。でも、 芸人に憧れていた父親の気持ちも無下にはできず、三年間だけ頑張ってみようと決断したのでした。ここから始まった二人の下積み時代。幼い二人にも先輩たちの嫌がらせは容赦ありませんでした。初舞台の1969年、その公演中の10日間は、 ずっと楽屋に泊まり通し。舞台前に化粧品を隠されるなんてことは当たり前。着替えも男女一緒の部屋で行われていました。少しでも恥ずかしがる素振りを見せようものなら、色気出しやがって、女芸人なら根性見せてみい、と怒鳴られる始末。ボロクソに言われながらも、 歯を食いしばって耐えたのでした。そして、1971年に、うなばら千里マリとしてデビュー。嵐のようなしゃべくり漫才に、お茶の間は圧倒され、大爆笑の渦に巻き込まれていったのでした。その人気ぶりは、同年に受賞した髪型漫才大賞でも証明されているのではないでしょうか。 まさに、父親の英才教育の賜物ですね。その後、二人の漫才はもちろん、役者としては、1976年、トラック野郎、冒険一番星や、ゼミカ平次などに出演。歌手としても、大阪ラプソディを発表し、40万枚も売り上げました。人気は、飛ぶ鳥を落とす勢い。 どれほどの人気だったかというと、大阪の高級マンションで毎日出前を頼む日々。CM に出れば、その月の手取りは300万円をくだらなかったそうです。しかし、上沼さんは1975年にテレビディレクター、上沼新平さんと恋に落ち、2年後に結婚。 衰えない人気にも未練はないと、コンビを解散し、芸能界を引退してしまいました。残されたマリさんはというと、マリさんも1977年にコメディアンの夢大作さんと結婚。しかも出会いは1969年の初舞台での演芸劇場というから驚きです。 辛い思いをしていた姉妹に色々と優しい言葉をかけてくれた夢さんに心惹かれてしまったようです。そのことは上沼さんも気づいていて、東京弁を話すゆめさんを見るマリさんの目に熱がこもっているのに気がついていたそうです。純粋な恋が成就したマリさん夫婦ですが、時折上沼さんが 姑からのいじめに耐えきれず、二人の元をたびたび訪れていました。そこで上沼さんが思ったのは、お姉ちゃんかわいそうだったそうです。今までは高級マンションで出前を取る日々。それが六畳一間の五右衛門風呂。しかも一階は中華料理屋さんという家でした。 愛は冷めることなく、1978年に長女を出産。二人の子供に恵まれました。しかし、芸人を目指した若き女性漫才師たちが幸せをつかんだというハッピーエンドでは終わらなかったようです。解散後の金銭トラブルが表に出たのは、上沼さんが 出演しているテレビ番組でコメントしたことからでした。ゆめさんのタレント活動が軌道に乗らなかったことに触れ、収入がなかったことを不憫に思った上沼さんが助けたのに、それを当たり前のように受け取っていたマリさんの態度に腹を立て、遠慮くなったと。その後、音信不通は、 八年にも及んだことにも言及されていました。上沼さん夫婦は大阪でも有名な高級住宅地に100坪もある豪邸で暮らしており、三色昼寝付き芸能人として昔の栄光にすがりながら芸能界にしがみついているマリさんとの対照的な姿は、格好のマスコミの餌食となりました。 この放送がされてからインタビューされたマリさん。事の真相は世間が邪推するよりもシンプルだったようです。確かに上沼さんから資金的な援助を受けたことはあったようですが、それはマリさんから要求したものではなく、お祝いやコンサートの出演料としてであり、報道されているような ゆすりではないと説明しました。お金の問題が絡むとはっきり言葉にできず、お互いの間にわだかまりを残しがちです。例に漏れず、二人の間にも出来上がってしまった高い壁を壊していったのは、母親の介護がきっかけでした。2014年に体調を崩した母親を、上沼さんは、 献身的に介護してきました。この時、金銭的にも身体的にも一人で背負い込んでいる場合じゃないと気持ちが変わったそうです。その後、マリさんも実家に駆けつけ、最後を迎える一ヶ月はつきっきりで看病することになりました。姉妹仲良くしているところを母親に見せたい。 その思いが最後には二人の心を溶かしていき、何年かぶりに笑い合っている姉妹の姿を見せることができたそうです。最後の親孝行ができたと話し合えたマリさんと上沼さん。今となってはお互いの置かれた状況とその時の気持ちも理解できると語っています。和解してからは、 金銭のやりとりは避けているそうで、誕生日のプレゼントを交換するんだとか。でもそこにも二人の違いが現れていて、マリさんが送るのはパジャマなどの日用品。でも、上沼さんから送られてくるのは大きな誇張欄。このことも笑いに変えられるマリさんが今はいます。 一緒に頑張ってきた時期や離れていた時期があるからこそ、お互いの気持ちを理解し合える状況になったのかもしれません。妹は芸能界で常にプレッシャーにさらされてきた。自分では耐えられなかったかもしれないというマリさん。たくさんの困難を乗り越えて、二人の絆はより強くなりました。 また、上沼さんも語ります。姉妹だからって、当たり前に仲がいいなんてありえへん。そう言いながらも、お互いを思いやる姉妹は素晴らしいと思います。マリさん、上沼さんの活躍を、これからも見守っていきましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。